県内は今日も青空が広がり、初夏を思わせる陽気となりました。四万十町の高台にある公園ではツツジの花が咲き誇り、訪れる人たちを楽しませています。四万十町対象の轟公園です。高台にある公園には石の風車のモニュメントがあり、斜面や遊歩道沿いに霧島ツツジ、平戸ツツジ、道断ツツジ、岸ツツジの4種類合わせて3000本ほどが植えられています。町の対象地域振興局によりますと、ツツジは全体的に今が満開で、深い赤や薄紫、桃色などの花が咲き誇り、訪れる人たちを楽しませています。北海道から来たんですけれども、こちらすごい綺麗にツツジ咲いてて、わざわざ来た甲斐があったなっていうのは思います。いい気分です。今日はいいですね、満開よ。気持ちも満開やからなんか。轟公園のツツジは今週末が見頃のピークで、花は来週中頃まで楽しめそうだということです。